もしょちゃんベースでいらっしゃい。今日は皆さんに大切なご報告があります。本日をもちまして、しょうちゃんベースとしょうちゃんの秘密基地が入れ替わります。どういうことだって思ってる方ちらほらいますよね。いますよ。どういうことかって言いますと、昨年僕がしょうちゃんベースっていうチャンネルをしょうちゃんの秘密基地という名前に変更して、新しくメインチャンネルとして活動するためのしょうちゃんベースを新規アカウントとして作り直しました。それはね、しょうちゃんベースを見てくれてる方ならまあ知ってる方も結構いるんじゃないかなと思ってます。でですね、なんでわざわざチャンネル作り直したのっていう話を改めてここでちょっと触れておきますと、今この動画を上げてるチャンネルがもともとしょうちゃんベースでした。でもこのチャンネルはなぜかわかんないけど収益化して広告をつけれるようになったけど、それを僕の口座に入れることができない。だから永遠僕のアカウントに貯金されていくっていうシステムでした。まあシステムというか、まあそうなっちゃったんだよね。で、まあ正直僕も個人チャンネルで稼げるというか、お金をいただけるならいただきたいよっていう話ですよ。やっぱり自分のモチベにもつながるし、個人チャンネルでお金をね、いただくことができるようになれば、個人チャンネルでもやれる幅が広がるなって思って、何回やっても、Google に問い合わせても、YouTube に詳しい人に聞いても、できなかったんですよ。だからもう、諦めて、新しくチャンネルを作って、そっちで収益化、広告をつけれるようにして、で、こっちはもう、なんかもう、何の変哲もないサブチャンネルにしようかなとか、思ってたんですね。思って、行動もしたんですよ。YouTube のチャンネルで動画に広告をつけれるようになるための最低ラインって皆さん知ってますか？これはですね、なんとチャンネル登録者数が1000人、そして総再生時間が4000時間。4000時間ってわかる？1人の人がそれを担うって考えたら約167日間ぶっ通しで見続けないと4000時間って達成しないんですよ。でもそれが最低ラインなんです。それぐらいの時間見られないと広告つけれないよっていうのが、まあ、YouTube のシステムでして、新しくチャンネル作って頑張るわ皆さんにも言って作って、でなんとそれを去年1ヶ月で達成しました。すごい。じゃあしょうちゃん、もうその新しく作ったチャンネルで動画上げればええやん。広告流れるよ見ると。ってことはしょうちゃんとこお金いってんじゃないの？来てないんです。これがですね、ちょっとまた複雑な話になってしまうんですけど、新しく作ったメインチャンネルは今この動画を上げてるチャンネルとアカウントが違うんですよ。 YouTube って1個アカウント、大元のね親アカウントを作るとそっから何個もチャンネルを作成できるっていうシステムがあるんですよ。でそれを使うとメインチャンネル作りました、それと同じアカウントからサブチャンを作ります、それと同じアカウントから個人チャンネル作りますみたいな感じでやってると思うのね。けど僕がやってるのは親チャンネルを2個作ってるんですよ。だからこっちからも派生して作れるし、こっちからも何個も作れるっていうのを2個作っちゃった。それによって新しく作ったメインチャンネルの収益を得られなくなっちゃった。なんでかっていうと Google のシステムでなんか2個持っちゃいけないんだって、同じ名義で。だから片方消してって言われちゃったんですよ。まあでも簡単なことよ、しょうちゃんの秘密基地消しちゃえばいいんだって思ったんですよ。でこっちのチャンネルでもう一個派生で作ったやつにしょうちゃんの秘密基地って作って何かすればそっちも収益化できるようになるし、まあ、それでいいじゃんって思ったんですよ。そしたらですね、このチャンネルを消さないといけないわけですよ。メインの方を残したいから、このチャンネルを消したかったんですけど、消そうとしたらちょっとしょうちゃんさん、お金まだ受け取ってないでしょ、あなたせっかくお金稼いだんだからちゃんと受け取ってから消しなさいよ、ねえ、お金なめんじゃないよって Google から言われちゃったんですね。まあそんな怒ってないけど、そんな Google は怒ってないんだけど、じゃなくてちゃんと受け取ってから消してねって言われちゃったの。終わった。なんで積んだかというと、新しく作ったチャンネルで収益を受け取るにはもう一個のアカウントを消してねって言われたの。で、じゃあいざ消そうとしたら収益を受け取ってから消してねって言われちゃったの。それまでは消せないよって言われちゃったの。
ということは僕はどっちのチャンネルでも収益を受け取れませんっていう状態になっちゃったんですよ。翔ちゃんベース人生積んだと思ったんですよ。だって俺の名前でもアカウント作れないってことだから、作っても収益は得られない。収益を得るためには僕の旧アカウントのお金を受け取らないと、もうそこ解決する以外何もない言い訳の一つになっちゃうんですけど、あげてもなってなっちゃいました。関係ないんですけどね、それでもあげればいいだろうって今の僕なら思う、今の僕なら思うけど、僕は耐えられなかった、ごめん。そこで諦めたら終わりじゃねえかと、試合終了じゃねえかということで、僕はこっから Google と戦争が始まります。もうメールでね、半年ぐらいやり取りしたかな。なんかこういうのできないんですけど、あ、じゃあこうやってみてください、できませんでした、こうやってみてください、できませんでした、こうやってみてください、できませんでしたっていうのを3日ぐらいごとにメールでこうやって、もうカップルか、俺と Google はカップルか、シリコンバレーで繋がっとるんかって、半年に及んだ結果、なんと翔ちゃんベース初収益を得ることができました。これは去年の話なんですけどね、まあいただくことができました。そうなるとね、新しく作ったニューアカウントの方いらねえなってなるんですよ。新しいアカウントはこっちの旧アカウントを消さないと、だって広告つけらんないんですよ。でもこっちで広告得られるようになっちゃった、僕のところにちゃんとお金が入るようになってしまった、こうなったらメインとサブっていうのをもう一回戻そうと思います。まあ一旦ね、一旦メインとサブを入れ替えるだけの報告です。で、正直こっちをサブにしたところでどんだけ上げても無垢の動画になってしまうわけですね。そうするとちょっともったいないじゃん。まあがめつく言っちゃうとね、まあもしかしたら、まあこっちの前回新しく作ったアカウントの YouTube チャンネルに上がってる動画の、まあ僕が気に入ってる動画、家族で撮ったやつとかは全部僕がダウンロードしてデータとして持っといて、アカウント閉じちゃってもいいかなって思ってます。で、こっちのアカウントで、まあ新しくサブチャンネルを作るでもいいのかなって思ってます。すごい複雑なことをね、皆さんに説明しちゃったんですけど、わかったかな？わかんなくてもいいや、全然わかんなくていい、皆さんからしたら、まあ入れ替えたのでって終わりじゃないですか。ただまあその入れ替えた詳細をせっかくならちょっとお伝えして、まあこれをね聞いて得する人って誰だろうって思うとちょっと思いつかない。なかなか説明してしまったんですけど、そういう理由で今回個人チャンネルの新アカウントの方を一旦サブチャンネルの秘密基地として、旧アカウントの秘密基地をまた翔ちゃんベースに戻したいと思います。ふぅ、疲れた。髪セットもしてないし、半袖だし、今日ね、部屋を片付けたから、僕の推し、サムたちです。タキシードサム。ということで、今日の動画はお話だけだったんですが、これで終わりにしたいと思います。明日あたり、どっかのタイミングで、コロッと、チャンネル名が変わってると思うんで、その辺、把握よろしくお願いします。僕のインスタグラム、@accidentals.shouちゃん。こちらフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画で See you again!